こんにちは、ボミョです。こんにちは、ギグです。宇宙銀河燃えたい銀河燃えたい、ね、はい、じゃあ、お願いします。銀河燃えたい。で、今回も、オロンコイは第3弾になります。はい、ネタがちょっとまだまだ。そう、はい、本当今回様々ないろんなものを作ってます。そう、はい、不思議だね。不思議だ、はい。これはもう打ち合わせを兼ねずにね、はい、あの、イサの方にね、こう、なんていうかな、こう、なんていうか、練習中から。はい、そうです。練習ですね。じゃあ、流します。はい。はい、この動画はですね、ニール君がバンバン飛んでるんですよね。そう。はい、ちょっと一瞬でなかなかこう、いやいや、いいんじゃないですかね。ちょっとやってみます。はい、どうするんだろう。すごいね、妖精と思うね。そうですね、よく見てるとちょっと一瞬しかもこれ信号を唱え出したときは、うん、誰も人が集まらなかったんです、人がいなかった。終わった瞬間に人がこう、なんなんだすごい感じ。それがこの今のある現象と何か重なってるのかもしれませんね。こういうものには触れちゃいけない。一生懸命僕らは防衛しているのにかかわらず、ね、宗教団体ですか。違います。信号集か。信号集っていうか、これ自由信号。自由信号。自由がこう近くに行ってくるような、そういうものだった。まあ、小林さんが読んでたと。まあ本の読んでたっていうか、教えてもらったものをかこう組み重ねて作ったものが完成された。うん、そう、あの不動明のやつがあれば、あの。最後の今後今後ヤセヤなるかな、後ろの青いザオボンゲンザオボンゲンのやつも入って最後の、はい、そうですね、信号、はい、要するに仏様と友人様に近くに来てもらって力になってもらいましょう。2、3分ぐらいですかね。前てるかよかも。前てるって、それですね。今日動画は、まあ、ちょっと、ここで終わりなんですけど、静止画ですと、止めたやつがあるんですけど、そこに、かなり、見ることが起きたり。これね、止めてみるのがすごい、すごいんだよね、おお。はい、これなんすかこれ。どうもこれすごい速いですか。しかもこう周りのものと比べてみると意外と出ないんですよね、これ。いや、出ない。まあでもこれ、うわ、こういうことなんだろう。見たら虫なんてこんなんですね。いや、近くのね、感覚だとしたらこういう感覚出ないでしょ。出ないです。こういうオーブンみたいになってるのゲロとか、はい、ね、何よりもスピードが速いでしょ。そう、スピードがすごい。こうし、ピョンピョンってね、わ、これもう目の前です。目の前よ、これ。そうそう、さっきすごいスピードで。そう、でもこれはもう
これ例のラフリーボール状のやつだよね、うん、ね、もう手のひらサイズくらいあるんじゃないかって。これ何、ミルミルですかね、これ今チンカバンでしょ、カボチャ系みたいな感じですね。ちょっと違うよね、以前の、うん、だからいろんなね、神々が今ね、来年に向けてね、あすまい襲撃集結してるんですよ。友人が集まるとか、そういう表現はその神々が集まるっていう、うん、その地球に集まってきて、だから宇宙時代の東大なのに、うん、ね、一般の人の中でね、その防衛隊がいないというか、そうそう、頭の丸って言いますね、うん、ものすごい大きいのが、うん、拡大しても、うん、まあ、本当肉眼じゃちょっと捉えられないですよね、はい、うん、これ静止画だけ見るとなんかスズメバチじゃないのって言ってるかもしれないけど、うん、スピードが高まらないの、そう、ピューの子もう止めとるのも奇跡やんこれ、そうだ、ね、あってねもう下手すればもう30分も40分こうやって止めるのに苦労してる、かなりハッピーこれを捨てますね、まあ、周り飛んでても本人たち気づかないですからね、早すぎて、そう本当すごいね、これね、うん、かなり飛んでますね、はい、これはまあ、ニードルこれちょっと飛びましたけどね、はい、で、まあ、ここにちょっとお話が来てるんですかね、こういう YouTube のやつね、イサの旅行ってみて、そういうのは別にね、YouTube で別な枠で流されるんですよ、それはほら、神社とか何々神社と紹介とかでよく YouTube でやってらっしゃる人たちいるじゃないですか、これも全くそういうようなこう、なんていうのかな、今は解説してるこういう YouTube だけど、この2人のやつは別に独自の YouTube のやつで、普通に流しますからね、その風景を映して全部映して回ったら行ってご支援いただいてっていうようなとこまでの、いさまで、この2人が回ったらどういうような現象になるのかは、その後の YouTube、うちらの YouTube で解説しよう。ここに誰々がいますね。こういうところに友人様が3体いますね。そういう目で今度、こう、クロスして見ていくと、そうですね、また見方も変わってくるし、はい、その神様としてのありがたみも伝わってくるだろうし、メッセージとしてもね、より強いものが。かなりの本数の動画になるんじゃないですかね、全部まで。そうですね。だから言ってんだろうね。回ることによってね、ここに我々がいることを教えるって言って、うん、ってことをそういう画像の中に映り込んでくれるってことですね。まあありがたいことですね。はい、その力を使ってよ、お前らは、ね。宇宙、地球防衛隊ってね、宇宙、銀河防衛隊。はい、ね、承認しなさい。はい、次の。世界です。はい、これはこれ結構すごいですよ、この動画すごいすごいすぐだもう知らないね、速攻ですよ、速攻出ますから、皆さん注意してよく見てください、もうこういっちゃいました、こういっちゃった、はい、こういっちゃった、これ最初のあとは特にないんですけど、最初の本当に始まりの一瞬飛ぶのはあ、こういっちゃいました、これ鳥じゃないんですよ。まあ見てもらうとすごい早いですよね。これ何が映ってるかというと、静止画はちょっと、もう一回ね。はい。
ピンチじゃないか。で、これちょっと止めて、マスターの映像があってすごいスピードだすごいスピードだあ、すごいですね。これなんか結構カラフルですよね。しかもでかい。でかいですよ。まずこれ顔っていうか頭のてっぺんは上に向かったから上なんですかね。うん、なんか黄色っぽいのと赤いのと、そうですね、黄色っぽいのと紫青赤妖精、妖精じゃないか。ここら辺は自分のイメージだろ、コロポックの、はい、あの感じが伝わってきます。コロポックさっきもこの後もね、そうですね、出てきました。はい、これもどうですか、世界初。世界初。最近そのあれにももうこれから世界はその連発させてもらいます。多分半分だ。そう。これもそうさ。これはなんかちょっとね。これね、まずパッといって映してね、こんな不思議なのがバラバラと映ったらどう思う？ありえないですか？ありえないんだよ、本当に。ありえません。そしたら、今回はちょっとまあこんなちょっと変わった動画がちょっと見せる今日のタヌキイメージということでよろしく、はい、お願いします。じゃあまた次回よろしくお願いします。チャンネルはこちらから。